りょうへいさん、あ、ちょっとチャンネル名を変えませんか。何、ひろと TV は。ダメです。いっ、あー危ない。蹴ってねえや。いや、お前なんでその自信があるの。まあ自信はあるっすよ。やっぱ YouTube に対しては自信はありますよ。カイトー、はい、似合うな。カイト、よく玉だよ。次はバッター立っていいですか。翔平さんピッチャーで。はい、カタツーの先輩にさ無理させて。まあ、そこまでしてチャンネル欲しいんだよ。しょうがねえな。ただね、5打席にしてお願いだから。はい、翔平投げて。無理だろ、どう考えたって。それが一番マジで言ってんので、ヒロとか打つの。そうです、マジで言ってんの。本気で投げれない。はい、どうも亮平です、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、前回に引き続きヒロと下克上チャレンジ、はい、今回はヒロと打者編になります。いやー、翔平さんね、付き合わされて大変ですね。はい、2安打でヒロと勝利というところ。はい、これが、お、どうだ。いえ、うん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 、当たりはいいんですけどね、セカンドゴロ判定となってしまい、ワンアウトです。さあ、ヒロとね、2安打打つことができるか。これもいい当たりだが、これもサードゴロ判定。ヒロと納得いってない感じしますけれども、審判もサードゴロ判定でした。ツーアウト。はい、まあね、ここで1本打っておきたいところ。いいパス、ふわーんと。はい、フルスイングもねダメでしたね。まんまとハマりアウトになります。はい、これでもヒロとあとなくなりましたよ。はい、これも引っ掛けてしまい、サードゴロ、万事休すです。まあね、勝ちはないですがね、もう一打席翔平さんがいいよと言ってくれたので、やっておりますが、はい、肩口からの変化球でワンストライク。はい、お次のボールは、これも肩口からの変化球、追い込みましたね。その後ボール球2つ挟んで、はい、これも弾き返したが、ちょっと上がりすぎましたかね。センターフライ。ヒロトね、結局5打席1本も打てずに、はい、ストレート敗北となってしまいました。エンディングいきます。お疲れ様です。大口叩いて申し訳ございませんでした。見事惨敗に終わりました。ダメでしたね。下克上ならず。やっぱり翔平さんすごいなと思いました。どうでしたか。どこいなっていう顔しますね。ということで、はい、自分がまだまだ野球の甘さっていうのが出てるのかなと思いました。まあ、初球から甘くない球を振ったり、まあ、ピッチャーでも甘いとこ行ったり、まだまだ勉強しないといけないと思った今日この日でした。この頃じゃなくて、まあ、毎日ですけど、はい、改めて今日この頃、改めてやっぱさらに野球の勉強をしないといけないなと思いました。今日は本当にありがとうございました。ふざけてるよそれ。ふざけてないですよ。ふざけすぎじゃない、なんか。ふざけてないですよ。俺いいや。ふざけすぎ。今度企画ふざけすぎ。すいません。サブちゃんやれ、サブちゃん。はい、お前サブちゃんやれよ。はい、やります。みんなに言われるサブちゃんいつ始まるんですかみたいな、再開するんですか、はい、すごい聞かれますよ。はいはい、あいつに聞いてって言ってもね、答えてないから俺に言ってくるんじゃない。そうですね、サボってんじゃないちょっと。はい、そこじゃないですか、まずは。はい、ここの名前にしたって、お前、君サブちゃんの名前、君の名前なんだから、そっち頑張ればいいじゃん。はい、頑張ります。頑張ってよ。はい、頑張って。頑張ります。サボんね。サボんです。サボんなよ。はい、はい、サボんなよ。はい、というわけで本日は対決をしてきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。負けました。よろしくお願いします。それではアイシャー。
けいけいけ、そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。